降車しました。6階の表、エハランスの攻撃は、3番センター、武田。
Bye.
急な行方にご注意ください。
打球の行方にお気をつけください。
古澤。ラッキーセブンの攻撃は9番キャッチャー若月。
ッキーセブンの攻撃は1番ライト正子。センター釜本背番号122
次回の表バファローズの攻撃は3番センター武田。6番レフト宮崎。
Geldi. ピッチャー榊原に代わりまして岸田、キャッチャー若月に代わりまして斉藤俊夫、2番9番キャッチャー斉藤、背番号45、ピッチャーは岸田、背番号18、以上に代わります。
たの。あれだけ遅れた。代打いたしました大竹に代わりまして8番に河野が入りセカンド8番セカンド河野背番号135
試合終了です。ご覧のように3対1で福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。 本日のお方のスピーチは古澤選手です。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。新人の古澤です。
ご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物でございませんよう、もう一度お席付近をよくお確かめの上、お気をつけてお帰りください。なお、明日も本日同様12時30分より当球場におきまして、ウエスタンリーグ公式戦福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの試合を行います。明日も本日同様12時30分より当球場におきまして、ウエスタンリーグ公式戦福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの試合を行います。皆様お待たせをお集めの上、どうぞご来場ください。本日は最後までご観戦くださいましてありがとうございました。